明大吉祥寺城豊田店さん昭和の際サイズが25センチ親子以降です。はい、ちょっと麻酔でフワッとしてますが、ご了承ください。それではお願いします。はい、親子予報です。ひもよは非常にアンバランスで、グニがちょこっとこっちにあって、そして2段目もちょこっとこっちにあって、で、お止めにある、非常にアンバランスすぎる行為ですが、なんといってもこの攻めの入りが、はい、ブラックサンダーのように黒い稲妻に入っています。あと、なるほど、ブラックサンダー、はい日本語で暗い黒い稲妻って言います。そして、この頭のところに墨を持っていますが、この墨が出てくると非常にバランスのいい声になってくると思います。はい、そして、まあ、大好きな声が、はい、そしてこの方は墨質が非常に艶があって、はい、で墨の際も非常にいいです。そして今年今回の方が、多分今までの、方で一番墨の決まりもよく、墨の艶も今までで一番いいと思います。はい、もともと結構出やすいタイプの鯉でしょうね。そうですね、それで墨がよく決まった鯉の墨は非常に青墨で、非常に際もよく、非常に墨で見せる、いい鯉になっています。そして、今回のこの年の方は、ブッダの、墨の決まりの墨の強いオスをつけて、このように墨で見せる行為が結構出てきています。はい、大日曜日の豊田店さんの模様っていう感じの方ですね、はい、これは、はい、非常に墨の艶があります。はい、で模様は無視でした。いや、ブラックサンダーですこれはい、そうですね、はい、墨がなければはい、しかし墨が出るとこのように、はい、でも本当に、ね、墨の模様が非常にまだまだこれからもっと墨が出てきていい墨模様になってくると思います。そしてもうちょっと大きくなってくるとまた、まあ一品物っぽい、まあ、変わり物ではない、昭和のいい声になってくると思います。はい、ありがとうございます。こちら、大日曜日の豊田店さん昭和搭載サイズ25センチ親子以降です。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。